はいどうも皆さんこんにちはこれから中小企業診断士試験2020年一次ベシック講座経済学経済政策の第一回目講義を行っていきたいと思います担当はレクセン2講師の講座課ですはいではですね、えー、本日から経済学経済政策の方がスタートいたしましたちょっと一旦タイトル画面切り替えていきたいと思います はいでえー、こちらの講座についてはもうすでにあの他の科目でもう受講済みの方もいらっしゃるんじゃないのかなと思いますただまあ初めての人もいらっしゃるかもしれません、ね、あのこちらの講座については、えーまあ、大体ですけど、ねまあ、15分を1ユニットのような形にして、えー、どんどんこう細切れ的にこう進んでいくというような形になっていきます、これは最後までそうですねで、えー、今日は第1回目ということで,でトータルでいうとまあ回数ですね全6回あります。 長いというのは長いかもしれませんがでも、まあ、6回ですからね全然あの回数でいうと6回になりますので、ねまあ、それほど多くはないのかなと思います。 で、えー、ちょっと最初の今日ですね、まあ、スタートの時間で、えー、経済学、経済政策で、ちょっと長いので、まあ、経済学と言っちゃいます、あのまあ、正式なその科目名称として、信頼書は経済学、経済政策となってますけどね、えー、まあまあ経済学というふうなお話で言ってしまいますが、まあ、経済学をどうやって攻略していくかというような話も含めて、経済学の全体像ですね、ちょっと最初のところでお話をしたいと思います。ででちょっとと画面切り替えていいきたいと思うんですが でこの辺はいいですあの、まあ、ぼんやりというかです、ねまあ、頭の中でイメージしていただければ結構なんですが経済学、経済政策、まあ、経済学に関して言うと、まあ、通常、ミクロ経済とマクロ経済に分かれますでミクロとマクロに分かれて大体ですけど別に決まっているわけではないんですが、まあ、トータルで25問出題されるんですけれども大体例年半分ぐらいずつですでもっと言うと通常、例年はです、ね、マクロ経済の方が先なんですよ問題は。 ですから皆さんが本番の試験で問題冊子を見た時に、まあ、最初時事問題が23問あったりするんですが時事問題の後はマクロ経済学が普通先なんですね。でマクロ経済学をやってからミクロ経済学の方に移るというような内容なんですがただこちらの講座についてはちょっと内容を逆にしてですねミクロ経済を先に勉強してマクロ経済の方を後にします。 まあ,あまり大した理由はないんですけれどもなんで本番本番はマクロの方が先に出てきますんでね一般にはなんで先生先にミクロを先に勉強するんですかということなんですがミクロの方がまた少しこの後説明したいと思いますがミクロっていうのは特定のマーケットなんかをイメージあの,の取引を考えるのでイメージしやすいんですね比較的だから多分皆さん初学者だと思いますので初学者の方を対象にした時はミクロ経済を先にやっちゃった方があの まあ具体例なんかも含めてこうイメージしやすいのでこっちを先に説明するというだけです。まあ、あまり深い意味はないんですけどね、まあ、一応、ミクロとマクロ半々ずつ出題されるとまあ大体ですけどね半分ずつ出ます、はい。で改めてちょっと次の画面なんですね。 でこれももうイメージだけでで結構ですあのこれはミクロ経済、マクロ経済どっちもそうなんですが経済学、まあ、経済政策ですけどね経済学という科目についてこれを攻略する上での1つの注意点があるんですがこれ何かというと経済学はおそらく診断士、まあ、一時、試験7科目ありますけどね他の6科目と比べて全体の流れが多分一番重要視されてしまいます。流れなんですね ですから経済学経済政策は流れを非常に大事にして考えていただきたい、まあ、イメージで言うとあの連続テレビドラマみたいなイメージでちょっと考えていただきたいですね。ですから連続テレビドラマなんで第1話から順番に理解しないと最後までいかないんですよ。 途中飛ばされちゃったりするともう登場人物すら理解できなくなってしまうので必ず全体の流れというものを理解あの考えながら進んでいただきたいでその場、ね、全体の流れをちょっとここで書いてあるわけなんですがミクロ経済ということでミクロいいうのは目ですから通常は例えばこういうジャケットだったらジャケットという一つの商品の取引を考えるのがミクロなんですね。 でえーまあ、どっちから先でもこれはいいですけどね、まあ、通常消費者の方が先のケースが多いようですが消費者行動つまり需要なんですねお客様の立場で需要です消費者行動理論と言います今日この後説明していきますがで一般的に言うと一人の消費者の行動を考えるんですねでそれが終わり次第今度はこっちです生産者供給の方ですこれも一つの会社例えばビールなんかですね ビールについて言うとたくさんの会社がビール作ってますがその中の一つの会社について考えるのが生産者なんです、まあ、個別ですね個別の会社です一社の生産ま一、あ、社ということですねでい言ってみれば需要と供給みたいな形になるわけですこっちが需要でこっちが供給で需要と供給が分かったら次のステップでマーケット全体での取引の流れに入っていきます これは例えば、まあ、ビールでもいいんですがビールを買うお客さんですね、えー、たくさんいるわけですでもちろんメーカーもビールを作っているメーカーもたくさんいるんですが、まあ、たくさんの主体で取引をされているということなんで、まあ、ここで完全競争というマーケットになります。まあ、価格と取引が決まるでまた完全ではなくて不完全、まあ、典型的には独占という状況なんですが独占なんかの場合にやっぱり価格と取引がどうなるか。 でまた最後のところでまあおまけというそんな軽く扱えないんですが市場の失敗というのがあってこれどういうことかというと民間市場の欠陥というふうにまあ書いてあるんですがあの要するに普通私たちが民間としてこ民間のマーケットで取引をするこれだけだとちょっと具合が悪いケースが出てくるちょっと典型的なことでいうとですねあのうちの近所で毎年8月に花火大会やるんですが花火大会って民間企業できないんですよ。 でききなないいんででですやりたくてもできないでそれが民間市場での欠陥だと言われてるんですねでこれがいわゆる公共財と言われていてだから行政側がやらないといけないまあうちは市役所がやってるんですが市役所主導でやります花火大会ですねおそらく多くの自治体ではやっぱり自治体主導で花火大会をやってるいわゆる公共財になるんですねそれは民間ではできないから花火大会というのは。 というような民間ではちょっと具合が民間だけに任せておくと具合が悪いケースが出てくるまあ、こんなところまで勉強するということになるわけなんですねまあ、一応大雑把な流れで言うと需要と供給ですねそれぞれ一人から一社まあ、個別という言い方をするケースもあるんですが個別の消費者と個別の生産者ですねそこからこういうふうにマーケットの取引に入っていくとまいう形になります でこれをですね、まあ、一応、回数でいうと全3回あたりまでを予定しています、えー、もうちょっとかかるかもしれませんが、ミクロの方がちょっと分量が多いもので、少し、えー、あれかもしれませんが、まあ、大体、えー、3回分ぐらいでミクロ経済学で、この後はマクロ経済学の方に移ると、まあ、いうことですね。はい、でちょっと改めてて画面を、えー、切り替えいいきますはいで これをですねあのまあ他かにもたくさんあるんですがこういうグラフをこれから説明していくことになります。でちょっとそろそろこれでユニット1はおしまいにしたいんですが経済学経済政策というものを合格点通常60点以上が合格点になってるはずなんですがあの皆さんのまず目標を決めていただきたいですね。でここ間違えると学習法間違えますんでね。 皆さんは診断士に受かって、まあ、診断士試験に受かって,なんていうんで実務家としてあるいは経営コンサルタント実務家としてこうバリ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 働くということが目標であって決して大学院に行って研究者の道を目指すすわけででははないはずないずんですねでまずそこの分岐点に今立ってるんですよ。で 多くの受験生はまあ納得していただけるのでそのコンサルタントの道を行こうとするんですが中にはですねコンサルタントじゃなくて研究者の道行こうとしちゃう受験生いるんですねつまり経済学、経済政策を本気で勉強しようとしてしまうこれ、ちょっと語弊がある言い方なんですがあの、まあ、回数でいうと6回ですかどね、この講座6回や7回や8回ぐらいの内容で経済学がわかるわけありません。 経済学ってそんな薄い科目じゃないんですよ。これ、ノーベル賞が制定されてる科目で、おそらく診断書の中で、ノーベル賞が制定されてるのは、多分経済学だけなんですね。経済学って、世界中の人が勉強する学問です。ですから、あなたがの直感に合うか合わないかというのは分かりません、それは。なぜかというと、アフリカ人も聞いてるんです、この授業。ですから、今、これからこの図を説明していきますが、この図って、アフリカ人も欧米人もみんな同じグラフを勉強するんですよ。 ですから例えばあまり古くから、ね、名前出しちゃったわですけど例えば吉野家とか、まま、松屋とか日本人の感覚で言えばそれは理解できるかもしれませんが経済学を説明するときに吉野家は田かっていう話はしないんですよ普通はそんなこと言ったって世界には通用しませんのでそうするとあの一般的に成り立つ法則というものを立てなきゃいけないただそうやっちゃうと難しくなるんですこれは本当の研究者の方にこっちの方に行こうとしちゃうのでなるべく授業では具体例を使って説明したいと思います ちょっとあまり具体的な会社名とか出すのもちょっとあれかもしれませんがなるべく皆さんに合わせるように具体,具体例出したりしますけれどもあのくれぐれも経済学経済政策面白くなっちゃったからちょっと本屋さんで本買ってこようとこれがもう一番無駄な動きになっちゃいます本屋さんに行って経済学ミクロ経済だとかマクロ経済学の本買ってくる必要はないんですよそれやっちゃうと研究者の方に行っちゃいます ものすすごく時間かかるんですね経済学を理解する上で皆さんそうじゃない皆さんはもう早めに早く結果を出さないといけないわけですからあのもう言われたことだけをやっていくで、まあ、これからこう,うグラフが出てくるんですが経済学を勉強する上での姿勢としてはとにかくあの言われた教材だけ与えられた教材だけやればいいですでそれを予習はいらないですから復習だけやってください。 あの私の前走る必要はないんですよ。私の後ろからくっついてくれればいいくっついてきてくれればいいわけですね。予習とかいらないですから。てかやっちゃダメですむしろ。予習とかやるとかいて難しくなっちゃいますよね。あのいらないです。である程度あの暗記で割り切るっていうことも必要ですもう6回や7回ぐらいのもう数回の授業ですからこれを全部理解しようっていうのは土台不可能なんですよ。申し訳ないですけど。で皆さんは経済学の知識は実務で使いません。 だから2次試験ないわけですけどですから私よく言ってるんですけど受かったらテキストを捨てちゃっていいですよとで使わないんだ実務でこんな図これから説明するんですがこんな図なんて実務で皆さんが経営コンサルタントをする時に使わないですよでも試験には出てくるんです。 でじゃあ先生なんで経済学診断試験あるんでしょうねってまあ、うん、確かに私もそう言われちゃうと別にいらないですからね正直ただいらないと言われちゃうと私の仕事もいらなくなっちゃうんでちょっとそれは勘弁してほしいなと思うんですがあの正直実務家としては全然使わないですただ経済学という科目があるがゆえにこの試験全体の多分ハードル上がってるんですよ逆にこれがなかったらもっと受験生受けてたくさん受けてくるんだろうなと思ってるんです 経済学って例年は2日間のにわたる試験の初日の1科目にあるんですよね。ですからこれから診断書を受けてみたいと科目見るわけですね。経済学あいややめたっていう人も多分いるんじゃないのかなと思います。要するに経済学という科目があるがゆえにやっぱり受験生のレベルある程度はの質をやっぱ保たないといけないので、やっぱりそれはあの一定の学力を持った人でないと多分無理だろうなと経済学という科目科目があるとこれでもうやめちゃうという人たちが出てくる。 それでいいいんじゃななのかなと思ってます要するに診断士というのは誰でも受けられるような試験ではなくて、まあ、もちろん願書は誰でも出せるんですけども経済学経済政策という科目が初日の1科目目に通常あるわけですねだからやっぱりそんな簡単な試験じゃないんですよとですからあのやっぱ経済学というのはやっぱり 科目ととして置いいいいた方がいいだろうなとやっぱり全体のレベルを上げていく上では、まあ、皆さんにとっては大変なんでしょうけどねやっぱりその中小企業診断士という資格に対しては経済学も勉強する資格なんですよというふうに考えておけばあなるほど難しいんですねとでだからこそ受かった時に立派ですねというふうに言われるんだろうと思いますただ実務では使いません実務では使わないので深入りする必要はないそしてもう一つ 繰り返しになりますが、とにかく深入りすることだけは絶対避けてください。難しいと思ったら暗記で逃げるまあ。それも一つの手段です。で、2つ目はさっき言ったように全体の流れをいつも意識してください。そして3つ目なんですが、これ経済学は一般的に言うと、これ、本来は数式を使ってこれ全部この直線とかでね。区役なんかを数式を使って説明するんですが、あのなるべくというかほとんど使いません。 計算,でまあ、計算も多少出,出ないわけではないんですけども計算は極力もう最小限に抑えてグラフを中心に説明していきますで3つ目として大事なことは皆さんが経済学経済政策を勉強する上でこのグラフを理解するということそこに主眼を置いていただきたい、まあ、ちょっと極端な言い方ですがグラフが分かれば合格点取れます グラフの構想例えばまあ、ちょっとこれ書いてないんですが縦軸切片っていくつになるんですか横軸の切片いくつで9つのポイントってどこなんですかそんなところのグラフのポイントが分かってくれば余裕持って60点以上は取れますですからとにかく皆さんは予習はいらない復習だけやってくださいそして復習する時はグラフを中心に復習するグラフを理解できれば合格点は余裕でクリアできるはずですからね しかもそれは偶然ではないとあの独学とかで勉強してる人ってたまたま60点以上取って喜ぶ人がいるんでしょうけども駄目ですから偶然たたまたまあの60点以上取ってもダメなんですよ何回やっても60点台あるいは70点台の得点を取らないといけないそのためにはグラフを理解するということが一番大事ですからね。 とにかく予習はいらないので復習をするそれからグラフを理解するそれから全体像を理解する、まあ、その辺のところを気をつけてしっかり経済学の学習に臨んでいただければと思います。はい、ということで、えー、ユニット1はちょっとまあ全体像ですねでこれからどうするのかこ今後の勉強ですねとにかく予習じゃなくて復習する復習する時はグラフそういったところを中心にお話をしましたのでしっかりと、えー、意識しながら この後、えー、内容の方に移っていきますので、えー、勉強の方を続けていただければと思います。ではですね、ちょっと一旦ここで時間が来ましたので、ユニット1は終了ということで、えー、一旦ちょっとブレイクタイムを取りたいと思います。